皆さんこんにちは、石井忍です。ヒロインたちのスイング診断始まりました。これはですね、マイナビネクストヒロインツアーに挑戦中、そして今年プロテスト合格を目指す選手たちからスイングが送られてきております。それを見て私が、少しでもためになるようなレッスンをさせていただければいいなと思っているんですが、選手たちのためになる、そして見ているアマチュアの方にも少しでもためになるレッスンが、あると思いますので、ぜひご覧ください。今回の選手は岡田結花選手ですね。どんな悩みがあるかといいますと、アイアンショットの精度を上げたい、特に多いミスは左に行ってしまう引っ掛けということですね。その他スイングで気になる点があれば指摘してくださいということでございます。それでは早速動画を見てみましょう。非常にバランスがね、いい感じですね。ちょっとフェードっぽい感じなのかな。ではスローで見ていきます。やや、フェースをこうオープンにしながら、トップでもオープン気味なのかな。ちょっとインパクトの骨盤の動きとクラブのさばきが小平選手っぽい雰囲気がありますね。はい、じゃあちょっと後方見てみましょう。両方でもね、少しオープン方向に腕とクラブを使って、おー、なるほど、はい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 、結構テクニシャン系の感じですね。で、彼女のね、この悩み、アイアンショットの精度を上げたい、で悪くなってくると引っ掛けが出るという、引っ掛けってね、いくつかというか、フェースがこう左に向くのと、クラブがこう外から来てしまう。でもやっぱりこのフェースが左に向くっていう方が、あまり良くない影響が多いですね。ですからそういう意味では、とにかくそのフェースをあんまりこうバタバタ暴れて使いたくないっていうところなんですけれども、岡田選手のインパクトゾーンあたりを見ると、結構その手のアクションがやや強め、はい、一回正面で見ていきますと、グッと来て、でグッとこの辺から止めて、でじわじわじわっといきますと、結構この時点でちょっと見てもらいたいんですけど、フェースが今まだ結構がっつり見えてますよね。ということは、そこそこオープンな状態で来てる。でこの状態でかなりオープンってことは、相当なその速度でこうフェースを閉じていってるはずなんですね。ということは、このあとグーグーとで、こうタイミングが合えばバチッとまっすぐ来ますし、その返すスピードがちょっと遅ければ右だし、当然右行くっていうのが、フェースがオープンっていうのはもう運動神経で分かってますから、ギュッとこのあと閉じてくる。ね、このクローズに使っていく、アクションがちょっと強いのかなっていう感じですよね。この今この段階で、このぐらいですね、このぐらいの時にそのグリップエンドがやっと見えてくるか見えてこないかぐらいですよね、がいいんじゃないかな。ちょっとやっぱり手のアクション強い。これどこから来てるかっていうところを少し説明させてください。後方の切り返しぐらいのところまでぐーっと行っていただいて、シャフトがまだこう立ってる状態、この延長線上にボールがないですよね。こう今この状態っていうのは、シャフトが少しスティープ、立ってしまっているっていう状態なんですね。でこの時間が長ければ長いほど、ボールに向かっていくときにフェースっていうのはこうオープン方向に作用してしまうんですね。ですからそれってオープンになってクローズになってこう飛ばせるっていうメリットがあるんですけれども、その一方ではやっぱりそのフェースが暴れてしまうっていう、こうデメリットにもつながってくるんで、できたらこの状態の時にもう少しそのヘッドをこう後ろ側に持っていきたい、
ね、これ説明するのは簡単なんですけどね、こうやるのは結構難しくて、そのためのコツを、ね、ちょっと見ていただきたいと思います。で少しオープンに上げてちょっとシャフト立てながら、この後ベロッとこうフェースを開いて、こう開いていきますね。オープン方向に来たのをここで手元はもうこの時点で手元かなり減速してきてますから、で体も止めてグリップエンドも止めてヘッドを迎え入れると、でクローズ方向に当てていくんで、ちょっとここ一発飛ばしたい、ドライバーなんかだとこういう雰囲気で打つ時もあります。広いホールで飛ばしたい時なんかはね、はい、ですがこのアイアンショットの精度を上げたいって言ってる岡田選手にとってはここら辺がもしかすると、ウィークポイント、泣きどころなのかもしれないんで、ちょっとここ直していきましょう。岡田選手のこのトップの位置から少しこのスティープになってしまう、こう上げてシャフト立てろっていう風に教わってる人、こういう風に立てればいいのって思ってる方がいるかもしれないですけど、これはね良くないですね。でシャフトがこの早い段階でこう立ってしまうと、この後にこう開いてしまう、でフェースが開いたものは、まあ、右にカッとんでいくか、ここから急いでアジャストしてこう左に行ってしまう。でスティープになってオープンフェンスになったものは、手元を減速してこう開いているものは手元を減速してこういうふうに合わせていくんで、打った後にすぐにこう右手と左が入れ替わって、非常にこのフェースがこうバタバタ暴れてしまう。ですからなるべくフェースの開閉を、まあ、あってもいいんですけど少し抑えていきたいんですね。でそのためにこうシャフトを少し斜めに使いたい。ですから正面から、見るとこう立ってる状態っていうのは、まあ、こういう状態ですよね。立ってる状態で少しこう寝かせてあげたい、こういう感じで、こういうふうに寝かせていくと左の肩がこう上がりがちなので、こう寝かせながら左肩は少し左に倒す、正面から見てクラブは右に倒す、体は少し左に倒す、分かりますか。でこの動きをバックスイングをしながら、クラブは右、体は少し左、クラブは右、体は左というと、こういうふうにトップでうまくシャフトがこう寝てきますね。でこの状態が作れれば左サイドを思い切って引っ張ってきても、フェースは開きづらい。ですから手元の減速度もう少なくて済む、こういう感じでハンドファーストで当てやすくなります。でそのクラブはこう、体はこう、こういう形をまずは作ります。でこれはもう意識ですね、形の意識、パタンパタンっていうこの意識をできたら、このトップで止めます。でトップで止めた状態から打つ、これです。トップを作ったらここから、あ、ちょっと難しいですけどちょっと短く持ってもいいですね。少し短く持って、まず先ほどの、こちらからとクラブはこう、体は左で、この状態が作れたらここからしっかり左サイドこうリードして少しハンドファーストに当てていきます。この状態から実際打ちます。左サイドを回転してくる、トップが作れたらここからこう、ですがフィニッシュの形もちょっと小さくていいですね。スッと作ったら左サイドの回転でこういうふうに打ってくる。とにかくここで左サイドを止めてバーンと打たないように、トップの形を作ったらここからと打ってくる。とにかくこの左サイドのリード、
左サイドのリードを、覚える。でその左サイドをリードするための準備をしっかりトップで作る。この2つを、ぜひ意識してもらいたいですね。いかがでしたでしょうか。ね、シャフトをこう立てるっていうのはね、結構ポジティブに聞こえるんですけれども、その立つポジションによっては意外とこう足を引っ張ってしまうような動きにもなります。ね、岡田選手ぜひここを直してアイアンの精度を上げてビシビシバーディーチャンスつけてください。結構アマチュアの人にも近い、状態になっている人が多いので参考になると思います。ぜひやってみてください。